こんにちは。今日はアロマワックスサシェの、クリスマスバージョンを作りたいと思います。こういう形になっています。アロマワックスサシェっていうのは、溶かしたこのロウですね、ワックス、その中にアロマオイルを入れて、木の実だとかドライフラワー、また造花とかビーズなどを飾って、香りの飾り物っていうところでしょうかね。これの、クリスマスバージョンという形で、リースのね形にしたいと思います。はい、そしたら材料です。こういう形で、100円ショップでこれは、買ったものです。ワックスとして売られていますね。粒々になった状態です。こういう形の粒状になって売られていますね。とても、ね、溶けやすいので、これをね、使われたらいいと思います。もし手に入らなかったら、こういう小さい、アロマポット用のロウがありますね、ロウソク。それを、カットして溶かしてもいいと思います。はい、そしてこれの、型ですね。今日はこの、リース型にしますので、これは何かというと、これがドーナツ型シリコンのケーキ型ですね。これを使いたいと思いますね。柔らかいですね。ちょうど、リースの形になるかなと思います。で、こういう形でシリコンモールド、型もね売られています。これに流すとちゃんとここはね穴が開くように、型が作られていますので、これに飾ってもいいかなと思います。これもね、ダイソーさんの分ですね。はい、そして、色をつける場合はパステル、こういう形で売られているものとか、クレヨンなんかでもいいんですけれど、削って溶かしたら、色がねつきます。これはね、グリーンを溶かして、作っています。造花はこういう赤い実のねピックだとか、これは100円ショップの分ですね。ラズベリーピックとして売られていますね。こういう赤いものが入るとクリスマスっぽいですよね。そして、下の方からグリーンが見えたらいいと思いますので、こういうこれもね100円ショップで買ったものです。グリーンモールガーランドとして売られていました。こういう長いワイヤーにつながっているねものをカットして使いたいと思います。こういうものとか100円ショップで売られている、先日コスモスの、ね、葉っぱとして使った分なんですけれど、こういうものも、バッグに、ね、入れてもいいと思います。これがプリザードフラワーですね。こういうものを入れるとグッと、高級な感じになると思います。かすみ草とか小さな小花ね、こういうものもいいと思います。これが100円ショップのバラですね。こういうのもいいと思います。そして、ビーズですけれど、こういうピックとして売られているものもありますね。お手持ちのビーズにワイヤーでこうくるくるっと絡ませて、こういう形にしたものを刺していったらいいと思います。このね、星も可愛いですよね。はい、そしてもう一つビーズにこういう星もありますよね。こっちはハートですけれど、こういうパールの、星さん、これもまあ可愛いかなと思いますので、こういうのも、使ってもいいと思います。これもね直接刺すともうロウの中にうずもれてしまいますので、このワイヤーを星のここですね、この角につけて、そしてねじる、一番下の、ビーズを一粒引っ掛けるような形にして、ワイヤーをかけると固定しますね。こういうのも入ってても可愛いと思います。ロウを溶かす入れ物ですね。もうね使い捨てのものがいいと思います。これは、パウンドケーキ型、100円ショップのダイソーさんで、8万入りとして売られているものですね。こういう形のアルミのカップですね。これに溶かして、もう使い捨てでね、
されたらいいと思います。ろうが周りにつくのでね、もう一度洗って使うっていうのはなかなかね、排水口が詰まったり、ね、いろいろしますので、もう使い捨てでいいと思います。そしてこれをろうを混ぜるのはこういうのアイスクリームとかのね、デザートのこうちょっとお家にきっとあると思います。こういうものとか、アイスの棒ですね、そういうもので、いいと思います。それから、アロマサシェというぐらいですから、オイルが入りますね、香りのね。これは100円ショップのものではないんですけれど、お好みのオイルをご用意ください。最後ね、リボンで、吊るすようにしたいと思います。そして、湯煎にしますので、お鍋ですね、ここにお水、まだちょっとお水入れてないですけれど、お水を入れて、そして湯煎にするっていう形でやっていきたいと思います。はい、そしたら始めていきます。ちゃんとできるかどうかわからない、じゃあ溶かしますので、はい、袋を入れて、もうね、ハサミでそれを切ってもらって、プチプチ、こうジッパーになってるけど、もう全部使うから、ハサミで使用感全部、あ、これで1個、それで1個分で、入れて、そうよく出たね。使おうと思って忘れてた。リンゴがどんどんうずもれていってしまったよ。あ、難しいな。バランス難しいでございますが。難しいよね。難しいね。この綺麗な形のままから触らずに置いてる方がいいと思います。一回二段分に。このポットが選手会の。選手会で。では、じゃん誰、どこから行きますか。誰ですか。取っての。ってよ、こうやってブート上げたやろ、外して、どうすんの、あっち見て、背中じゃ、そうそう、こっち向いて、ああキノコがここから取れる、ここ真ん中があるからな、あでも綺麗に取れた、取れた、じゃあ次行ってください、次行きます、いけるかな、チョコレートちょっと心配した。取れた、綺麗嬉しいわ、綺麗、どこ全然
然焦点が合わへんねんけど、私はどうしたらいい？私が持っとこうか？私が持っとったい？私が抜いて？私が抜いたらいい？私が抜いたらいいの？よいしょ。はい。はい。はい。よいしょ。はい、抜けました。抜けた？はい、抜けました。裏はどんな色ですか？裏は、はい、そうです。緑ですね。緑ですね。あ、綺麗綺麗でも、ここにすごい素敵。はい、じゃあこれにリボンをつけましょう。吊るして、リボンを結ぶというやつをします。まずこう、互い違いに。どのぐらい出したら今10センチほど？うん、10センチもいらんかな。どのぐらい？こう互い違いにして、うん、で一番上にこの輪を作る。打っちゃう？うん。引っ掛けね。くくる？これは。うん、くくをくくる。そして太いやつから。長いやつから後ろから通して、あのぶら下げる位置、あんまりあのいろんなものがない箇所を選んで、難しいね、それ難しいな、ない箇所を選んで、この障害物っていうか、こう見のけながら、このリボンのところまで持ってくる。端を結ぶ、はい、そしてリボン結びをする。キノコが邪魔やリボン結びしちゃった。もっと横にしたろう。こういう感じ。そう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 、ちょっとあのリボンの足をきれいにしてあげてね。こういう感じになるので、うん、あ、そうそう、あ、綺麗に結べてる。見せてください。ここへ置いてみてください。はい、かわいい。これがこうやね。うん、うん、かわいい。続々と出来上がって、ちょっとピンってなりすぎる、うん、結べる。あ、上手。ちょっと取れた。うん、なんか一番上手。一番トング最初が。すごく悩んでたのに、すごい綺麗に、ね、綺麗にぶら下げれる。ほら。ありがとう。はい、こんな感じ。かわいい、こっちも。白いのもいいね。うん。白もいい、いいです。じゃそれもリボンつけて。いった。ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり。それも見せてください、花が。ここね、穴、穴が、うん、あ、見えない。ここが穴、そうだな、裏見せる、裏。あ、そうだね、裏向けて。ダイソーの肩です。ここ穴が開いてます、はい、これです。あ、これです。はい、はい、じゃあそこもリボン、そっちのリボンにする。リボンをつけて仕上げてください。リボン結び難しいと思わない、うん。それ裏表あるんや、そのリボン。せやねん。そうか、せやねん。結びましょうか。うん。うん、ってか言うて。もうね、え、最初が1個は1個やね、ここに。あ、ね、ね、こうか。うん、かわいい。うん、表するやん、うん、こっちも表するやん、うん。で、こう結ぶね。あ、それして、あ、そこですか。うん、ここでもう表の状態にしといて、どっちもしといて、うん、で、ここくるっと回ってるのを、うん、こう後ろにやってあげて、うん、ちょっとここ今裏になってしまってるけど、うんうん、これここもちゃんと表にうまいことしたらなる、うん、なるね。ここに私もお願い。いや、いや、もうそんな言わないで。優しい横に。こんな感じかな。こんな。
あ、素敵素敵。あ、ありがとう。ちょっと長いからもう少し引っ張って短くしてあげる、うん、どうしても多いなんだよ。かわいいかわいい、そんな感じかな。あー素敵素敵、ありがとう。はい、こんな感じです。はい、はい、こうこう、そうそうそう、これぐらい、うん、ちょっと2人とも、うん、はい、今日は何、アロマ、アロマサシェを、サシェ、アロマワックスサシェ、ワックスサシェ、いやいや言えてない、アロマワックスサシェを作りました、を作りました。シャセ、サシェ、え、サーにね、シーにね、チサイエ、サッシ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 、どういう意味、サッシ、どういう意味やろね、どっちみちフランス語とかあんなんちゃうの、うん